シビライゼーションは文明をモチーフとしたターン性のシミュレーションゲームシリーズ。ここでは派生版、オープンソースのクローンも合わせて記述する。人類文明の歴史と発展をテーマにしたターン性のストラテジーゲームである。一手一手をプレイヤーがじっくりと考えてゲームを進めることができる。ゲーム内容はいわゆる戦争ゲームではなく文明の発展や人類思想のものを扱っている。 そのため、ゲーム内容は後半で、国土の整備や技術開発、そして何より他国との外交関係が極めて重要な要素となる。単純に数値の大きさや強さのみを求めるのではなく、ゲーム内で有機的に繰り広げられる国際秩序を注視し、常に一手先を読んだ総合戦略が求められる。1991年にマイクロプローズ社より発売された。 ビデオゲームであるシドマイヤーズ・シビライゼーションのシリーズが有名だが、それ以外にも複数のメーカーから多数のシビライゼーションの名を関する作品が発売されている。2016年3月現在では25年で66バージョン累計3300万本以上が販売された。シドマイヤーズ・シビライゼーションシリーズのタイトルには アメリカのゲームデザイナーであるシドマイヤーの名前が関されている。しかし、彼が実際に制作に関わったのは、第1作のシビライゼーションと2008年に家庭用ゲームキムキに展開されたシビライゼーションレボリューションの2作のみである。シビライゼーション2以降の作品では、監修のみを担当し、実際の制作には関わっていない。しかし、 主にマーケティング上の理由により彼の名前が反されている。海外ゲーム情報が乏しかった1990年代の日本ではこのような事情がほとんど伝わらず、シリーズすべてを実際にシドマイヤ本人が制作していると勘違いされることも多かった。シリーズ第2作のシビライゼーション2や外伝のアルファ・ケンタウリを担当したブライアン・レノルズは後に独立し、 ビッグヒュージゲームズ社でライズ・オブ・ネーションを担当。また、シリーズ第4作のシビライゼーション4を担当したソーレン・ジョンソンは、その後、エレクトロニックアーツでウィル・ライトの新作、スプアの制作に携わっている。ビデオゲームの第1作シビライゼーションは m s ロスベースの IBM 互換機向けに発売された。以後、Windows 3.1に対応したシビライゼーション2。 Windows 95以降の環境に対応した、アルファ、ケンタウリとシビライゼーション3。Windows XP 以降の環境に対応した、シビライゼーション4、Windows XP SP3、SP Vista SP2、7、8に対応したシビライゼーション V が発売され、最新作のシビライゼーション6では Windows 7 64bit と、 1> 8 1 6 4ビット1 6 4ビットに対応するなど、主にパソコン用ゲームとして開発販売されている。日本国内では98版が1992年に発売、その後、Windows、m a c ン i n t o s h や各種家庭用ゲーム機用に日本語版が発売されている。2009年に各種プラットフォーム向きに発売されたシビライゼーションレボリューションは、 翌年 Nintendo DS 用のものが iPhone、iPad 用に移植された。Civilization V については2014年より Linux と Linux をベースにしたスタイモスでもサポートされるようになった。ただし Linux についてはすべてのディストリビューションがサポートされているわけではなく一部のディストリビューションをテストしているだけである。また有志により オープンソースで開発されているフリーシブなどのクローンも存在する。シビライゼーションはもともと一人用のゲームである。後に他人数対戦用のシブネットが発売され、続編には当初からその機能が組み込まれている。プレイヤーはある文明の支配者として一つか二つの植民者ユニットから帝国の建設を始める。二つから六つの競争相手となる文明を 設定することができる。ゲームはターン制であり、細かく行動を決めていく必要がある。紀元前4000年からゲームは始まり、21世紀にゲームは終了する。その間にユニットを使い、新しい都市を作り、大地を鳴らし、鉱山を開発し、道、そして後には鉄道を建設することができる。探検、戦争、外交の3つは重要な戦略ではあるが、 より細かい戦略も重視される。どの都市でどのユニットを生産し、どこに新しい都市を作るか、それにどのように最大の発展をするために都市の周囲を開発していくかもプレイヤーの手に委ねられる。ゲーム開始後、すべての土地が発見されるまでの間はバーバリアンと呼ばれるどの文明にも属さないユニットが都市を襲撃することがある。ゲームを始める前に、 どの文明を選ぶか決める。それぞれの文明には得意、増えてとする分野があるが、文明の進化はプレイヤーではなく、コンピューターが動かす時により強く発揮され、文明ごとに戦略方針が変わってくることに現れる。例えば、アステカ文明は強硬な拡張主義をとり、外交より戦争を好む。他に、アメリカやモンゴル、ローマ等の文明を選択することができ、 それぞれの文明を代表する歴史的指導者によって指揮される。時代が進むにつれ新しい技術が開発される。序盤は陶芸や車輪、それに文字といった技術しか開発できないが、終盤には核技術や宇宙飛行なども開発できるようになる。最初に有効な技術を手に入れることは大きな優位をもたらす。技術の開発により、 新しいユニットの生産や都市を発展させる技術の利用、それにその技術から派生する新たな技術の開発ができるようになる。新しい技術はそれまでに獲得された一つ、または複数の技術の組み合わせをもとに達成される。車輪の技術を開発することにより、チャリオットユニットを生産できるようになり、陶芸の開発終了により、貯蔵用陶器を手に入れたことで、 穀物貯蔵所を利用できる。このように技術を開発するごとにさらに他の技術が開発できるようになることを枝分かれする木に例えテクノロジーツリーと呼ぶことがある。これ以後他のゲームでもこのアイデアは利用された。プレイヤーの最終的な目的は武力による征服だけではない。宇宙船を開発し最初に他の惑星に移住できるかを競うこともできる。 国連事務総長選挙で勝てば平和的勝利となる。シリーズが進むにつれ、文化勝利、経済的勝利というルールも追加された。これらは新しいゲームをスタートした時に勝利条件として設定され、いずれかを満たせばその時点で勝利したことになるし、期限までプレイを続けなくても構わない。プレイヤーは様々な戦略、プレイスタイルでゲームに挑むことができる。 1982年にアバロンヒル社よりシビライゼーションのタイトルで発売されたボードゲーム。あとにホビージャパンから文明のアケボノのタイトルで日本語解説書付きで発売された。1991年にアバロンヒル社よりアドバンストシビライゼーションのタイトルで発売されたボードゲーム。1995年にアドバンストシビライゼーション文明のアケボノのタイトルで コンピューターゲーム化もされた。Windows 95で動作する。1991年にマイクロプローズ社より、シドマイヤーズ・シビライゼーションのタイトルで、英語版が発売。ゲームデザイナーのシドマイヤーによりデザインされた、ビデオゲームとしての最初のシビライゼーションである。誤解されることが多いが、上実したように、アバロンヒル社のボードゲームが存在するため、 一連のゲームのオリジナルアイデアそのものはシドマイヤーの発案ではない。ただし、シドマイヤーは後のインタビューでボードゲームの話を聞いたことはあったが、ゲームデザインを始める前にプレイしたことはないと語っている。海外版の対応機種は当たり ST、アミーが MAC、ドス Windows3X である。日本国内においては、 1992年に98版が発売された。家庭用ゲーム機においては、1994年に SFC 版、シビライゼーション世界7大文明、1996年には PS 版、SS 版、シビライゼーション新世界7大文明も発売されている。シビライゼーションに触発されて、PC4000 文明モデルというゲームが iPhone に リリースされた。シビライゼーションシリーズの第2作目。1994年発売。コロナイゼーションとは植民地化という意味である。シビライゼーション4コロナイゼーションはこの作品のリメイクになる。そのため、こちらの作品はコロナイゼーションなどと呼ばれている。対応機種はマイクロソフトウィンドウズ、リナックス、クラシックマック OS、DOS、ミカウス、iPhone。 iPad。対応言語はドイツ語、スペイン語、フランス語、英語。日本語版は CD-ROM4Windows トパッケージに記載されている。他にもフリーで開発されたコリナゼーション2とフレコルがある。1996年にマイクロプローズ社よりシドマイヤーズシビライゼーション2のタイトルで発売された後、日本ではシビライゼーション2完全日本語版からの名称で、 サイバーフロントより、Windows 3.1、Windows 95用が発売されている。ゲームデザインは、ブライアン・レイノルズが担当し、本作より、シドマイヤー自身は直接の制作には関わっていない。ゲームは、マップが、クォータービュー表示に変更されるなど、画面描写が大幅に改善された。さらにゲームバランスの改善、テクノロジーやユニットが大幅に追加されるなど、 正当的な進化を遂げている。数百万本を売り上げる人気作となったが、マイクロプローズ社は当初、この作品にほとんど期待をかけておらず、あくまでも前作ファン向けのマイナー作品として扱っていたため、ゲーム発売前にほとんど反則プロモーションが行われなかったという異例の販売経歴を持っている。後に、ワクワク、パソコンソフトという名称で1980円で、 再販売されている。1998年には PS 版シビライゼーション2がヒューマン社から発売されている。拡張パックとしてシビライゼーション2ゴールドエディションとシビライゼーション2テストオブタイムがある。また、豪華版であるシビライゼーション2完全日本5番日本語公式ガイドブック付けバリューパックが発売されたほかシビライゼーション2本編に シナリオと日本語公式戦略ガイドブックを付けたゴールドシビライゼーション2シナリオ集シビライゼーション2ファンタスティックワールド完全日本5番シビライゼーション2本編と追加シナリオのセット品シビライゼーション2プレミアパックなどがあるこれらの拡張パックやシナリオ集の中にはファンタジーや SF を題材としたモードも収録されている 1999年にアクティビジョン社より、シビライゼーション、コール2パワーのタイトルで発売。シドマイヤーは関わっていない。アバロンヒル社より、シビライゼーションに関するライセンスを受けたため、マイクロプロス社との裁判となった。裁判の結果、マイクロプロス社よりライセンスを受けることになった。つまり、サブライセンス作品であり、シリーズ名を冠しているものの、公式には、 シドマイヤーズシビライゼーションには含まれない。同年にサイバーフロント社より日本語版が発売されている。リナックス版も存在する。本家シビライゼーションと異なり、海底や宇宙空間での都市開発など、近未来の技術が大きく拡張されている。奴隷商人を使って、ライバル文明から人々を誘拐し、自分名の生産力に割り当てることや、七不思議。 奴隷解放運動によって奴隷制度を無効化してライバル文明を陥れること、支店ユニットによってライバル文明の都市にフランチャイズして戦争をせずに生産力をライバル文明から採取することや、それに対抗して弁護士で支店を提訴するという面白いアイデアが大量に導入された。エコテロリスト、エコレンジャーという環境保護を目的とした。 ナノテクノロジーによるテロ活動を行うユニットも生産できるようになった。政治体制には、圧政、ファシズム、真剣政治、多国籍企業、テクノクラシー、サイバー民主主義、エコトピアが追加された。また、ゲームシステム上の特徴として、インフラの導入により土地改善の作業が大幅に軽減されたことや、公益品の導入により公益路の維持が、 経済戦略上の重要な鍵になったことが挙げられる。今作では、地球外での勝利を求める場合の選択肢は、ワームホールを発見し、人工的に誕生させたエイリアンを別の宇宙に送り出すことである。2000年11月にアクティビジョン社より、コール2パワー2のタイトルで発売。ライセンス問題を解決するため、タイトルからシビライゼーションの名前はなくなっている。 2001年にメディアクエスト社より日本語版が発売された。日本語版に関しては移植元が変更されたことにより、前作でのような語訳はない。本作の勝利条件として、世界征服、ハイスコア、多文明との高級的な平和共存に加え、地球のリソースを自由に操ることができるガイアコントローラの開発が含まれる。シドマイヤーズ・シビライゼーションシリーズの 実質的な続編。2000年にエレクトロニックアーツ社より、シドマイヤーズアルファ・ケンタウリのタイトルで発売。シリーズの最終目標の一つである、アルファ・ケンタウリへの植民後の世界を舞台とした作品で、架空の兵器や技術が多く登場する。ゼロから、様々なユニットを自由に設計できる柔軟なカスタマイズ性や、国境線の導入に始まり、 覚醒力の指導に強い個性が与えられ、外交に様々な選択肢が追加されるなど、後のシリーズ発展の基盤となる多くのアイデアが示されている。拡張パックとしては、シドマイヤーズ・ウェイリアン・クロスファイアがある。開発元は、シドマイヤーらが新たに設立したフィラクシス・ゲームズ社で、以降の作品も同社により開発されている。 同年には日本語版も発売されている。ゲームデザインは前作にあたるシビライゼーション2に引き続きブライアン・レイノルズが担当。彼はゲーム内への数々の革新的要素を導入したことでその評価を不動のものとしたが続編にあたる3の開発中に開発メンバーと共にフィラクシス社を退社。ビッグヒュージュ・ゲームズ社を設立し、 ライズオブネーションの開発を担当した。2001年にインフォグラム社より、シド・マイヤーズ・シビライゼーション3のタイトルで発売。最も大きな要素は、Windows95 以降の Windows プラットフォームへの正式対応で、加えて、2や、アルファケンタ売りで示された、新要素の取り込みが主な変更点となっている。日本国外では、MacOS 展版も発売されている。 日本では、サイバーフロント社より日本語版が発売され、全世界で300万本以上の売り上げを達成した。拡張パックとして、シド・マイヤーズ・シビライゼーション3・プレイザワールドと、シド・マイヤーズ・シビライゼーション3・コンクエストがある。2005年10月24日に2イゲームズ社より、シド・マイヤーズ・シビライゼーション4のタイトルで発売。Windows 用の PC ゲームであり、 2006年6月には MacOS 展版も発売された。また、同年6月17日にはサイバーフロント社より日本語版が発売されている。2007年7月時点で全世界で150万本以上の売り上げを達成している。画面がフル 3D へと一新され、操作性が大幅に向上した。さらに、ゲームシステムが大きく変更され、従来作で、 プレイヤーの手を煩わせていた公害の除去や、汚職の管理といった要素が削除され、プレイアビリティが高まった。また、AI 指導者たちの振る舞いも大きく改良された。ゲームの発売から6年後、オープニングテーマ曲である、ババイエツが第53回グラミー賞のベストインストゥルメンタルアレンジメントアカンパニングボーカリスト部門を受賞した。 作曲者のクリストファー・ティンが2010年に発売したアルバムにババイエツが収録されていたことから改めて評価されたものでゲーム音楽としては史上初の受賞である拡張パックとしてシビライゼーション4ボロードとシビライゼーション4ビヨンドザソードがある2006年発売第一作のシビライゼーションからシビライゼーション4までのセットと96ページにわたる 小冊子、カードゲーム、ビデオ DVD、ポスター、デスクトップ用の壁紙、MP3 ファイル等のボーナスアイテムを加えた、コレクター向けのボックスセットである。シビライゼーション2、シビライゼーション3、シビライゼーション4と3つのバージョンと4本のシナリオをセットにしたもの。2008年6月に 2K ゲームズ社より、北米、欧州、豪州で、 プレイステーション 3XBOX360 でシドマイヤーズシビライゼーションレボリューションのタイトルで発売された家庭用ゲーム機向けに開発された初めてのシビライゼーション。インターネット対戦を前提とした設計だがシングルプレイも可能である。オンライン対戦は1ゲームのプレイ時間が平均3時間から平均1時間に短縮されている。 システムがシリーズに比べて大幅に簡略化され、ユニットの種類が少なく、小さめのマップ構成に加えて都市には、衛星度、幸福度、飢餓、攻撃路といった要素も存在しない上に破産もない、ため管理の手間さえ惜しまなければ、都市をあちこちに建てることで大幅に優位に建てる。一方で、同じユニットを3つ重ねることで、軍団に編成し直し、攻撃力、 防御力を3倍にするといった独自のシステムが搭載され会ユニットでも軍団にすることで上位ユニット単体にも上回る強さを発揮する。2008年12月25日にサイバーフロント社よりプレイステーション3 Xbox 360の日本語版が翌2009年1月29日に Nintendo DS 版が発売された。Nintendo DS 版は カード性能からマップ表示が 2D であったり、CPU 文明が巨大化すると数十秒を待たされる。またユニットが売却できないなどいくつか仕様が異なる。2010年1月14日にニケーゲームズ社より、iPhone iPod Touch iPad 対応の日本語版が発売された。2009年3月27日にニケーゲームズ社より、 シド・マイヤーズ・シビライゼーション・フォー・コリナゼーションのタイトルで発売。1994年に発売されたシド・マイヤーズ・コリナゼーションをシビライゼーション・フォーのゲームエンジンを使ってリメイクした作品である。フォーの拡張パックではなく独立した単体作品としてリリースされている。ゲームの舞台は16世紀のアメリカ新大陸であり、イギリス、フランス、スペイン、オランダといった 列強諸国による新大陸への入植競争とアメリカ合衆国の独立をテーマとしている。2010年9月21日にニケ・ゲームズ社より英語版シドマイヤーズ・シビラゼーション V が北米で9月24日に欧州でそれぞれ発売された。日本語版の発売は2010年10月29日となっている。4から さらなるグラフィック面での進化に加えて、プレイヤーが煩わしさを感じる要素を整理再編し、より快適なプレイを実現する方向へとデザインが施行されている。それに基づいて、スタック製の廃止など戦争に関する多くの変更が導入されたが、一方で外交や経済政策は簡略化された。そのため、フォーとのプレイ感覚の違いから賛否両論がある。 拡張版として、2012年6月23日に、シド・マイヤーズ・シビライゼーション V、ゴッズキングスが、2013年7月に、シド・マイヤーズ・シビライゼーション V、ブレイブ・ニュー・ワールドがそれぞれ発売され、当初単純化されていたゲーム性は、ある程度複雑化されている。必要動作環境プロセッサー、インテル・デュアル・コア・ CPU、メモリ、2GB RAM、HDD 容量、 9.6GB 以上 DVD ロムディスクインストールで使用ビデオカード 256MB ダークテックスの NVIDIA 7900GS 以上ダークテックス 9.0C 対応のビデオカードとなっておりまた初回インストール時の認証時やマルチプレイヤーゲーム時にインターネット接続が必要 Facebook 上でのブラウザーゲームとして提供されていたバージョン 2011年7月5日よりオープンベータテストが開始されたが2013年5月に運営終了となり2014年現在は後継製品として iOS で展開中のシビライゼーションレボリューションへ誘導される2014年に2系ゲームズ社より発売シビライゼーションレボリューションの改良版だが iOS、アンドロイド版向けのみが提供されている シビライゼーションレボリューションに2015年12月3日にニケ k ゲームズ社より発売。上記のレボリューションにをもとにプレイステーションビータ用に改良、追加されたもの。2014年にニケ k ゲームズ社より発売。アルファ、ケンタウリの精神的続編であり、同様に地球を脱出した後の新しい惑星を舞台とした SF 的な作品となっている。また、 2015年3月には同様にシビライゼーションのエンジンを用いた世界観の近いシドマイヤーズスターシップスもリリースされている。2016年10月21日にに k ゲームズ社よりシドマイヤーズシビライゼーション6のタイトルでダウンロード版とパッケージ版が発売された。新たに協力プレイモードや新チュートリアルシステムなどが盛り込まれた。 2016年12月21日には、マップやシナリオの追加に加え、ゲームバランスの調整がなされた。文明の攻防が配信され、2019年2月14日には、嵐の訪れが配信された。また、2019年9月のアップデートにて、バトルロイヤルゲームのルールを落とし込んだモード、レッドデスが実装された。2020年には、シーズンパス、ニューフロンティアパス、 新たな世界への誘いの配信が行われる。文明の攻防嵐の訪れこの拡張パックにおいては、一度確保すれば、ずっと資源が得られるという方式から、定期的に発生した資源を蓄積して、ユニット生産時に消費する方式に変更された。勝利条件に、世界会議での投票による勝利が追加されており、世界会議がユニット生産などに影響を与える仕組みとなっている。 また、同パックにおいては、川沿いや山のふもとなどの災害が起こりやすくなる。一方で、災害によって土地が超えるシステムとなっている。加えて、気候変動などプレイヤーの判断が要求される。項目が通常のモードよりも大幅に増えた。この拡張パックにはペストをモチーフとしたシナリオ、黒い死神が収録されており、85ターン以内に発明、または、 中流階級を完成させると勝利となる。レッドデスモードドーモードは、文明が衰退した下 30XX 年の地球を舞台に、地球にただ一つしかない宇宙船を巡る争いを題材としており、マッドサイエンティストやカルト教団の構成員などから指導者を選択する。また、通常モードにおける蛮族に相当する勢力として、襲撃者がいる。ゲームスター届き、 プレイヤーは2種類の戦闘ユニットに加え、労働力と戦闘力を持たない民間人のユニットが与えられる。プレイヤーの敗北条件は、自分名の民間人が全滅するか、全て敵文明に奪われるかのいずれかであり、他ユニットの状態に関わらず民間人が生存していれば勝利となる。同モードにおけるバトルロイヤル要素として、廃墟探索によるユニットの調達や、 中ターンを過ぎると出現する放射能の嵐、レッドデスなどがある。また、同モードにおける水辺はすべて汚染されており、水辺に入ったユニットはダメージを受ける。さらに、強力な兵器である各融合兵器は攻撃した、範囲を汚染するというデメリットを持つ。評価 4gamer.net の徳岡ただし、はじめは、嵐の訪れに収録されている、黒い死神というシナリオは、 歴史ストラテジー好きにはおすすめだとした一方で、災害発生後に土地が超えるシステムについて、運用層を高めすぎていないかと指摘している。4gamer.net のお月明き,きは、レッドデスモードについて、やっていることは、バトルロイヤル系のシューターと全く同じ。走って、敵を撃つ操作が、ユニットに指示を出して、探索や戦闘を行う形に変わっただけで、きちんと、 バトルロイヤルとして成立しているのだと述べ、運要素が強すぎるけど爆笑できるモードと評価した。一方で、お月は敗北後の他プレイヤーのプレイを観戦できない点を指摘しており、仲間内で遊ぶなら外部のボイスチャットツールの画面共有機能を使うなどした工夫が必要だと語った。他に、シリーズ作品としては異色の MMORPG である、 シビライゼーションオンラインがある。2K ゲームズ社と XL ゲームズ社によって共同開発されており、ベータテストが行われている。フリーシブはシビライゼーションを模したクローンゲームの一つ。GPL のソフトウェアとして開発されている。Windows、MacOS 10、Linux 対応。C-Evo はシビライゼーションを模したクローンゲームの一つ。 パブリックドメインのソフトウェアとして開発されている。フレコルはシドマイヤーズコリナゼーションを模したクローオンゲームの一つ GPL のソフトウェアとして開発されている。Windows, Mac OS X, Linux 対応。ありがとうございます。